マシュー・パーカーは、イングランドのキリスト教聖職者。1559年から死ぬまでの間、カンタベリー大主教を務めていた人物である。また、影響力のあった神学者でもあり、トマス・クランマーやリチャード・フッカーと共に、アングリカニズムを形成した人物でもある。パーカーは、国教会の協議を定めている39箇条の主要制作者の一人でもある。また彼は、 初期の英語文献を集めており、これはイングランド教会が歴史的にカトリックから独立していたというパーカーの主張を証明する材料として利用されたほか、世界的にも最も重要な古文献のコレクションの一つになっている。マシュー・パーカーはノリッジのセント・セイバー小教区において、ウィリアム・パーカーの長男として生まれた。母はアリス・パーカー、旧姓はアリス・モニンスであり、 トマス・クランマーと婚姻していた可能性があるとも言われる。1516年頃に父が死ぬと母はジョン・ベーカーという人物と再婚したため、マシューは1522年にケンブリッジのコーパス・クリスティー・カレッジに入れられた。この時彼はウィリアム・セシルと同学年だったとされるが、セシルはその時わずか2歳だった。パーカーは1525年に 学士卒業し、同年4月に女祭に任じられ、1527年6月には、司祭となった。11月には、コーパス・クリスティ大学のフェローに選ばれ、さらに1528年には、修士号を得た。彼は、トマス・ウルジーがオックスフォードに新たに作った、カーディナル・カレッジに移ってきてほしいと願っていた、ケンブリッジの学者の一人であった。パーカーは、 クランマーと同様にこの誘いを断り、ケンブリッジの宗教改革派の影響を受けるようになり、アンブーリンが王妃として承認されると、彼女のお抱え司祭となった。1535年には、彼女を通じて、ストークバイクレアにある世俗司祭の大学の学部長になった。同年、ヒューラティマーはパーカーに、パーカーの持ち得る能力に見合った期待を持たれるように、 すべきという手紙をしたためている。1537年、パーカーはヘンリー・パスセイのお抱え司祭となった。1538年にはパーカーは訴追される恐れがあったが、ドーバー主教はトマス・クロムウェルに対して、パーカーは正しい判断をしており、また良い翻訳聖書を発表している。そのことで彼はいくらか恨みを買っていると報告している。 同年に彼は、進学志望を与えられ、1541年には、構造改革が行われたイリー大聖堂の、主教座聖堂参事会員の2位に任せられた。1544年には、ヘンリー・パッセイの推挙で、コーパス・クリスティー・カレッジの学長に任せられ、翌1545年には、ケンブリッジ大学の副学長となり、学長のステファン・ガーディナーと共に、様々なトラブル、 特に学生の間で流行っていたパンマキウスと呼ばれた行為に対応した。1545年に議会で法案が可決され、王権によって寄信礼拝堂道や大学を解散させることが可能になった。この頃、パーカーはケンブリッジ大学の理事の一人であったが、理事会に出した報告書は大学を解体から救ったと考えられる。しかし、ストーク校は、 王権で解散させられ、パーカーには多くの恩給が入った。彼は新たな王エドワード6世の影響力を1547年6月のノーホークの王子主、ロバート・ハーレストンの娘であるマーガレットとの結婚に利用した。ケットの乱に際してはマウスホールドヒルに陣取る反乱軍の野営地で説得を行った。大きな成果は上がらなかったが、後に パーカーのご夫妻であったアレキサンダー・ネビルに反乱におけるパーカーの経歴を記すように促した。パーカーは年を追うごとにプロテスタントへの傾斜が強くなっていき、またサマセット校エドワード・シーモアの元の元よりもノーザン・サバランド校ジョン・ダドリーの元で高い地位に就いた。またケンブリッジ大学において彼はマルティン・ブチャーと親しくしており、年に ブザーが死ぬとその長寿説法を行った。1552年には、豊かな財源を持つ林間大聖堂の主席司祭に任せられた。翌1553年、パーカーは、ケンブリッジにおいて、メアリー一世の即位に反対し北に進軍する、ダドリーと会食を行った。ダドリーの支援者、そして最大者として、メアリー一世の治世中、彼は、主席司祭の任や コーパス・クリスティ・カレッジの長、その他の地位を剥奪された。ただし彼は、他のプロテスタント主義者のように、国外逃亡はしなかったが、これは、実際のところ、国外に逃れた熱心なプロテスタント主義者やメアリー一世によって、殉教させられた仲間たちを苛立たせていたと、考えられる。パーカーは権威を敬い、 さらに自身の番になった時にその矛先を他人に押し付けていた可能性がある。彼は職務につけられることに乗り気ではなく、エリザベス一世が即位して、すぐに彼に用意したカンタベリー大主教の椅子を避けるために大きな労力を払っていたとされる。1559年8月1日、パーカーはカンタベリー大主教に選ばれた。しかし、 エリザベス一世の即位に先立って、メアリー一世の圧生があったこともあり、任命に必要であったパーカーを性別する権利と意思を持っている四人の主教を探すのは困難を極め、十二月十九日まで行うことができなかった。性別はランベスで行われたが、性別を行った四人の主教は、さきのバース及び、ウェルズ主教、ウィリアム・バーロー、さきのチ,チェスター主教、ジョン・スコーリー、 先のエクセター主教、マイルス・カバーデル、そしてベドフォード主教王、ジョン・ホジキンスであった。なお、この性別の正当性に対しては、ナグスヘッドの作り話と呼ばれる全く証拠のない、因義があり、今日に至るまで、この性別、そしてパーカーの評判を貶めているが、これは、クリストファー・ホーリーウッドという反宗教改革派である、イエズ・ス会の修道士が1604年に、 でっち上げたのが最初であると考えられている。しかし、パーカーの性別の正当性は、国王氏条件のみがよりどころであり、さらにこの性別に使った、エドワード6世時代の聖職受認式目は、メアリー1世の時代に廃止されており、1559年の議会でも効力が復活していなかった。このことをもって、ローマカトリック教会側は、パーカーを司教に認じるには、 不十分であり、そのため首都継承が途切れていると主張した。しかし、イングランド国教会は、この主張を跳ねつけ、式目の内容、正当性には問題はないと主張した。中道的な宗教政策を目指すエリザベス一世は、恩恵的な人物を欲していたためパーカーを大主教に選んだが、パーカーを選んだ理由には、彼女の史上も含まれていた。パーカーは、 エリザベスの母アンブーリンのお気に入りであり、アンが1536年に逮捕され、不倫、禁止相関、反逆罪を理由に処刑される数日前に、パーカーに対して、娘、エリザベスの宗教的幸福を委ねていた。もっとも、パーカーはエリザベスが望む、大主教に必要な能力を、再退しているという一点を除いてはすべて、兼ね備えていた。パーカーは、 一般市民の宗教的教師に疑念を抱いており、この考えを恐れて、人々は、教会の改革支持者であるべきという内容の、ザ・ピープルを記した。パーカーは自ら前に出て、改革をするリーダーではなく、教義祈祷書、教会の冊子から賛美歌に至るまで、彼の名前を冠したものはない。パーカー教会は56冊の書物を発刊しているが、その中で、 パーカーの名前を冠しているものはわずかに一つであり、しかもそれは往復書簡である。パーカーは厳格かつ穏健な人物であり、学者であり、そして敬虔なキリスト教徒であり、道徳者であった。彼の歴史研究は自説である。で、アンティキテイト・アクリーザーを立証し、彼が出版した他人の編纂物やアッサー、マシュー・パリス、トマス・ウォルシンハムといった人物の著作は、 ウェストミンスターのマシューという名前で知られている。なお、パーカーの天礼に関する造形の深さは、彼が訳した紙篇や、彼が作ったと言われている感謝祭や礼拝の形式によって見ることができる。また、パーカーは、非常に貴重な写本を収集した。それらは、彼が学長を務めていたコーパス・クリスティー・カレッジに、建てられているパーカーの名前を冠した。 パーカーライブラリーに所蔵されている。パーカーは、世俗政治との関わりを避け、エリザベス一世の私的諮問機関にも加わることを認めなかったが、教会政治は彼を大いに悩ませることになった。福音主義派の一部は、0点の変更、そして最低でもいくつかの再復については、着用を完全に廃止するか、そうでないにしても着用は自由にすることを求めた。 初期の長老派は主教制の廃止を求め、さらに保守派はそれらすべての変化に対して反対し、しばしば改革とは逆の方向にイングランド国境界を向けようとした。女王自身は彼女が監督権を国王史条件に対する重要な防波堤の一つと見なすまではしぶしぶながらこれを与えていた。1559年から起きた再復論争においては女王は パーカーの目指す目標が成し遂げられることを求めて、いたにもかかわらず、それまで許可していたパーカーが試みた強固な統一の実現を拒否し、これはパーカーを愕然とさせた。このようにしてパーカーは、議会や主教会議、女王らのわずかな助けを受けているピューリタンの流れに対抗するのをやめた。1560年には、前年のものよりも、財悪のハードルを下げたほか、 主教の考察などを統一したインタープリテーションスファーザー・カンジダーシャンズが発行された。しかしこれはカバーデールのような反彩服派の満足するところではなくカバーデールはロンドンにおいてこれに従わないことを講示した。パーカーが1566年に刊行した恒例の書は反彩服派を非難するために大元を受けずに出版しなければならなかった。 またパーカーの指示を受けて、ジョン・フォックスが観光した、レファーメイシオ・ローガム・エクリージー・アスティカレムも、同じく王、議会の許可ともに取っていなかった。信仰問題を終わらせるために、議会は主教たちの主張に異議を唱えさえした。彩服問題についての論争は、国教会の統治制度と権威についての反論や、異論を生み出すまでに至り、1575年5月17日に、 パーカーが亡くなる際には、ピューリタンによる統治手法によって、女王の意志と女王に依存する、あらゆる事柄が、現状に戻されてしまうのではないか、という懸念を抱いたまま死の床につくことになった。彼は、自身の振る舞いをもって、国教会の聖職者たちに対し模範を示したので、あって、王権側が、宗教改革の個人主義的傾向を押さえつけることに、失敗したことに関して、 パーカーに過失があったわけではなかった。パーカーの原稿は主にコーパス・クリスティー・カレッジのパーカーライブラリーに収められているが、若干はケンブリッジ大学図書館に収蔵されている。ウェブ上のパーカーライブラリー計画では、すべての原稿をウェブ上で閲覧できるようになることを目指している。ありがとうございます。